なんだっけ、パンク、あ、足打ちの撮影ですね。そうで、鉄道も、基本的にはそのプレーゾーンというか、私有地に当たるんですよね。ただこれ2つちょっと、難点があって、公共性の高い場所っていうのは、著しく高い場所、例えば公園とかっていう風な、ところになってくると、勝手に建てるっていうのをそんなね、とかそういったことをするっていうのは、取り締まりが難しいよっていうところがあったりするんですけど、で鉄道に関してはそこのグレーゾーンかなっていうところだったんですけど、基本的には鉄道会社さんがそれで鉄道で撮ってもらって、鉄道の PR になってお客さんが来てくれる、特にスーツさんの効果ってすごく大きくて、そういう意味でね、でスーツさんは結構許可取りとか最初ちゃんと動いてたんですよね、数少ないと言ったらあれなのかな。で、基本的にはですから、そのそういったので、その PR 目的になるのであれば大丈夫ですよみたいな感じに、なってたので、でそれで鉄道系っていうのはそれで撮影が結構基本 OK になかところっていうのになったんで、鉄道系 YouTuber ってあんだけ要求出てきてるわけですよね。まあ、ですけど多分ディズニーランドは、まあ、どっちかというと今お客さんが来すぎるっていう方のがやはり、問題です。まあ、あそこの場合は、まあ、言い方悪いですけど、基本的にはね、あんまりこういうこと言い方する、この人は商売みたいやって言われそうですけど、ほとんども来るわけですから、あそこの場合は、もうプロモーション力が強いですからね。なら現状、そういったのを取り締まるというのは、まあ、ディズニーらしいじゃらしいですしね、海外でもね、そもそも権利関係とかも世界一厳しいと言われるのは、もうそれで、逆にブランド力を守ることで、自分たち の, そのブランド力をつけて、それで収益につなげる、最終的に収益につなげるというところの明確な、ビジョンがありますからね。まあ、騒いだところであれですよねということですし、まあね、騒いでどうのこうの言うんだったらね、みんな島スペイン村行こうぜっていうことですね。あそこはね、もうだから真逆っすよね。ほっといてもお客が来るから、そうやってそうやってそれで、むしろね、一般のお客さんをがっつりと、取り込めるような形を作りたい、ディズニーランドと、USJもうそっちに近いのかなと思いますけども、結構撮影してるのをで、まあ、例になってるのかな、どうなのかなっていうところが変ですけど、まあね、大阪におる人がね、夕方に行くのに、ディズニーランドに行くのは全然話が違いますからね。っていうふうになってくると、ほっといたら客が来ないと。とか、ほっといてないんだけど客が来ないっていうね、状況の島、スペイン村は。もう逆にもう全のっかりしてますもんね。逆にあそこまで全振りすると、そりゃネットメディアも取り上げやすいしっていうので、逆に言うとその、お客さんがいない、やばい、遊園地の今もう全国トップクラス、もうなんだ知名度、そういう知名度で言ったらもう完全第1位じゃないですか。ごちゃんのね、県から始まりの、まあその前から結構ね、自虐ネタ多かったですし、あれなんですけどね、動画撮影しても人の映り込みがしないから安心ですよ、だってお客さんいないんだもんっていう、すごい振り込みでしたからね。でそれであれですよね、コスプレイベントの実は誘致とかもやってたりするんですよね、あそこ。その別にそのコスプレイヤーさんの貸し切りじゃないんですけど、どうせコスプレイヤーさんしかもう来ないんで撮影する人とレイヤーさんしか来ないんで、撮影会勝手にやっちゃいましょうっていう、でやっちゃいましょうって、その誰かが言い出したんじゃなくて、誰かがスペインだっていうね、その西洋の街並みとかをガチで再現してあるんで、そういった関連の、コスプレマジで映えますよって言ってやったら、やっぱりそれ上げたところのやつが、やっぱその本当に石、ね、作りの街並みとかそういったのとかガチで作ってあるんで、ガチで映えるって言ってね、やってましたよね。
で、YouTube でもそれになった時にね、もう真っ先にね、貸し切りオファーを出しいのとかっていう、あのあたりの全フリップリはさ、すごいですね。で、ちゃんとあの案件方、安定関係形式にして、で、マオジャンセを、ね、紹介してもらって、PR してもらう。それも、それでわーってなってね、あんでも、何百万再生いってんだろうね、あの、んごちゃんのね、やつとか。切り抜きのやつでね、すっごく回ってますしね。うん。で、それに乗っかるっていう形なのかどうかわかりませんけど、レイクレさんもね、貸し切りで、遊園地貸し切ってみたっていうのを、なんか動画上げとって、どこでやってんだろうなと思ったら、あ、島スペームだやんっていうね。うん。別に貸し切り、申請をしやんでも貸し切りみたいなもんやでへんちゃったんだって思ったんですけど、まあそこはね、ちゃんと貸し切りにしてっていう。まあ、一つそうすると、うちらで遊園地貸し切りだぜって言ってね、広大な敷地を貸し切れたぜっていうので、一つ話題性にもなりますね。うん。感じのあれやったのか分かりません。貸し切り量みたいな、そんな設定があるのかどうかは分かりませんけど、普通で遊園地貸し切りって言ったらとんでもない額がかかるわけですけど、あの場合はどっちなんだろうな。レイクレさんだったらいわゆる案件っていうね、案件ケースでっていうような、ことも十分ありえますしね。ですから近鉄、あそこ近鉄がやってますので、近鉄が、やるんで、そのもう貸し切りでどうぞっていう形で、ぜひ撮影してみませんかみたいな打診を して撮るのか、もしくはまあそういうのやりたいですけどというので、まあある程度ね、その普通やったら貸し切りとかにするとこれぐらいになるのをちょっと負けてっていうような、こともできるかもしれませんし、逆にレイクレだったら、それでね、満額ちょっと貸し切りにするとこれだけの費用がかかるんですけど、あ、全部出しますね。で、レイクレだったらできる規模ですしね、うん。どういった感じだったのかはわかりませんけど、まあ、どっちにしろ面白いですよね。うん。ああいう動画見てもやっぱ、人ってやっぱちょっと味違うんだって、レイクレさんって普段見てないんですけど、うん。ああ、こういう撮り方にするんやなっていうのがね、結構違いがあって面白いなっていうところとかあったりしますけどね。うん。でもそもそもそのスペイン村っていうのが、そのあたり、やり方独特ですよね。